金田一を語る人、今回のテーマは4代目ドラマ金田一少年を振り返ろう、キャストやストーリーまとめ、これでいきましょう。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ、2022年4月から7月までなにわ男子の道枝駿佑くんを主演とする5代目ドラマが放送されていました。そのドラマをきっかけに金田一少年の事件簿に興味をお持ちになった方から、過去の金田一少年の事件簿の作品ってどんなだったんだろうという声も多く頂戴しているんですね。ちなみに2022年夏に1995年の初代ドラマから2005年の3代目ドラマまでのブルーレイや DVD も発売されたそうですね。今回の動画は主に2022年春のクールのドラマをきっかけに金田一少年の事件簿に興味をお持ちになった方向けに、山田涼介くん主演の4代目ドラマのキャストやストーリーを振り返るというテーマで、金田一くんや彼の周辺のキャラクター、そしてドラマ化されたストーリーをご紹介していきます。皆さんが普段テレビでよく見ているあの人も過去の金田一ドラマに出演していたかもしれません。また歴代のドラマを知っているという方に関しても、あ、4代目ってこういうドラマだったよね、感じていただけるような動画として発信していきます。なお、ドラマの各シリーズの特徴に関しては当チャンネルでの独自の見解を含んでいます。あらかじめご了承ください。ということで、今回の動画の目次のご紹介です。1、4代目ドラマ山田涼介主演のキャスト。2、ドラマ化されたストーリー。これらを順に見ていきましょう。さあ、まずは4代目ドラマの基本情報を軽く触れた後でキャストについて振り返りましょうか。そもそもですね、実はこの山田くん主演の4代目ドラマのみタイトルが金田一少年の事件簿ではなかったんですね。じゃあ何かっていうと、金田一少年の事件簿ネオ、末尾に N がついていたんですね。亀梨くん主演の3代目ドラマ以降9年ぶり、松潤主演の2代目以降連続ドラマとしては13年ぶりでしたね。堂本剛くん主演の初代ドラマで BGM を手掛けられた方が再び担当というのも当時の話題だった出来事の一つです。サウンド的な部分でも懐かしさを感じたファンの方々は多かったんじゃないでしょうか。そんな4代目ドラマのキャストを見ていきましょうか。改めまして、金田一少年役は平成ジャンプの山田涼介くんでした。2013年1月のスペシャルドラマと2014年のスペシャルドラマおよびワンクールの連続ドラマ、そう考えるとワンクールずつではないものの複数年にわたるドラマ化という意味では剛くんの初代ドラマ以来とも言えるんじゃないでしょうか。ドラマ内の設定としては、勉強が苦手でとか、エロさとかギャグ的な要素とか、そういったところは原作と大きく変わらなかったかなと思います。細かい描写はともかくとしてね。でも原作と大きく違っていたのは運動神経の部分。4代目ドラマでの山田くんの演じる金田一少年はスケートボードを乗りこなすだとか、アクロバティックなシーンを見せてくれました。実際に原作の金田一くんがスケートボードに乗ろうものならズザーってなりそうですよね。ちなみに山田くんなんですけど、5代目ドラマの撮影現場に現れて道枝くんに撮影終盤の激励をしていたシーンが5代目ドラマの公式ツイッターで明かされていたんですね。次に七瀬美雪を演じていたのは女優の川口春奈さんでした。生徒会長という設定に関してはともかく、ミステリー研究部に所属とかそういう設定だとかはおおむね原作通りと言えるんですよね。原作ではみゆきちゃんがほとんど登場していなかった事件でもアニメ版と似たようなアレンジの下でみゆきちゃんの登場シーンがあるだとか、見せ場は各ストーリーで設けられていたんじゃないでしょうか。続いて佐紀隆二の役を演じていたのは山田くんと同じ平成ジャンプの有岡大樹くんでしたね。しかもですよ、有岡くんが演じていたのは佐紀隆二なんですよね。お気づきでしょうか。他の金田一ドラマでは佐紀隆太、お兄さんの方の名前なんですけど、4代目ドラマに関しては弟の佐紀隆二の名前が使われていたんですね。さあ、続きまして、剣持勇役を演じていたのはタレントのぐっさんこと山口智光さんでしたね。お笑い芸人でもあって役者もこなす多彩なぐっさんですよ。原作よりもがっちりした感じでね、なんかたくましさを感じる、そういった雰囲気を出されていましたね。ちなみにです、ぐっさんが漫才師として第1回の M1 グランプリで決勝まで進まれていたっていうのはご存知でしょうかね。第1回だから中川家のお二人が優勝された回ね。そこにぐっさんも決勝進出者としていたんですけど、相方がサッカー雑誌やサッカー関連の番組などに携わられている平畑啓二さんだったんですね。
さあ4代目ドラマでは真壁誠が初代ドラマ以来久しぶりにレギュラーキャラとして帰ってきました。演じていたのは2000年代のお昼のドラマキッズ王などで人気となった俳優の浅利陽介くんでしたね。最終版のバラ十字架の事件では真壁と高藤のある可能性を匂わせるような展開もあったりだとか、他にも金田一少年の消し校では金田一くんにアナグラムでメッセージを伝えるだとかね、そういった欠かせない役どころを演じていました。そして高藤陽一を演じていたのは当時俳優として活躍されていた成宮博樹さんでした。また4代目ドラマではワンクールの連続ドラマの最初の事件となった銀幕ね、あれの事件の登場人物であるキャラクターも数名ミステリー研究部の部員に加わって準レギュラー的に出演していたっていうのも特徴的でしたね。黒川美穂を演じたのは岡本あずささん、星野かなえ役は小島あやめさん、そしてドラマオリジナルのキャラクター辻隼人は萩原陸くんという俳優さんでした。ちなみに銀幕の事件といえば5代目ドラマで七瀬美雪を演じることになる上白石萌歌さんも銀幕に出演されていましたよね。なおドラマでの金田一くんたちキャラクターの演出など細部に関しては以前アップしたドラマ歴代キャストまとめという別の動画をご覧ください。こちら概要欄にリンクを貼っておきます。さあ次に山田涼介くん主演の4代目ドラマで扱われたストーリーを順にご紹介していきます。この動画をご覧いただいている皆さんにとってこの事件をドラマで見たのは今でも印象に残ってるというものがありましたらお気軽にコメント欄で教えてください。まずはスペシャルドラマ2013年のものですね。4代目ドラマの始まりと言いましょうか、2013年に放送されたこのスペシャルからでした。ドラマ化されたのは香港空論財宝の事件でしたね。ビッグバンのメンバーの方も出演されていたのかな。あとは90年代にも日本の芸能界で活躍されていたビビアン・スーさん、こちらも出演されましたね。ビビアン・スーさんといえばかつてのバラエティ番組売りなりっていうんですけど、そこから誕生してなんと紅白歌合戦出場も果たしたブラックビスケッツというユニットのヒット曲タイミングがね、2022年頃かな TikTok などでバズっていて再び話題にもなっていましたよね。続いて2014年のスペシャルドラマ、こちらはですね1年ぶりっていうことになるんですね。香港空論財宝からで、ここで放送されたのが獄門塾の事件でした。獄門塾に関しては明智刑事が登場しないっていった原作からの大きなアレンジも含めて、まあ、結構ねスケール感を増して放送されたようにも感じるんですよね。この展開が原作から変わるとどうなるんだろうとか、そんな風なことをいろいろ考えながらストーリーを追っていくのもありかもしれません。続いて2014年夏の連続ドラマです。さあ集大成ですね。こちらで放送されたのが2014年夏のワンクールの連続ドラマと、ドラマ化された事件をピックアップしていきます。まずは銀幕、そしてゲームの館、鬼火島と金田一少年の消し校、雪影村で、そして最後がバラ十字架、6つの事件だったわけですね。鬼火島では山田くんの事務所の先輩にあたるニュースの増田貴久くんも出演していましたね。その鬼火島はもちろん他の事件でも2023年現在のエンターテインメントの世界で活躍されている役者さんたちが多数出演されていたのが4代目ドラマだったと言えそうです。銀幕に関してはね、先ほど言った萌歌さんだけでなく後に5代目ドラマの白蛇蔵に登場する岡山天音くん、彼も4代目ドラマの銀幕の事件にも出演していました。改めて4代目ドラマを見返してみると、あ、この人も金田一少年の事件簿に出ていたんだっていう発見がもしかしたらあるかもしれませんね。みんなも松本くんに質問してみよう。当チャンネルでは皆さんの日頃の質問を募集中です。お仕事のこと、人間関係のこと、恋愛の悩み、 YouTube チャンネルや SNS アカウントの伸ばし方などなど、当チャンネルのライブ配信や切り抜き動画でお答えしていきます。質問は当チャンネルの動画のコメント欄や松本くんの SNS アカウントで受付中です。お気軽にどうぞ。さあそんな感じでいかがでしょうか。山田涼介くん主演の金田一少年の事件簿4代目のドラマについて見てみたいだとか、あの時は何々があったり懐かしいねっていったご意見ご感想などありましたらコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。
最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。